オリンピックというのは自然災害ではありません。政治が決断すればいつでも中止することができます。皆さんここまで来て、そうは言っても中止は難しいのではという声もあるかもしれません。ただ皆さん、当たり前のことですが、オリンピックというのは自然災害ではありません。地震や津波や台風とは違うんです。人間が行うイベントです。だから政治が決断すればいつでも中止することができます。菅首相と小池知事が何が何でもオリンピックを開催するというのだったら、都民の意思を示そうじゃないですか。7月4日の都議選で審判を下そうじゃありませんか。7月4日からオリンピックの開会日まで20日近くあります。中止を決めるのに十分な期間じゃないですか。間に合わないなんてことはありません。都議選でどうか皆さん、日本共産党を躍進させてください。オリンピックを中止し命を守れ。この一票はどうか党派の違いを超えて日本共産党に託してください。ありがとうございます。まあ、どんな状況でやってもやるっていうのはもう常軌を逸してるっていう世界になってますね。もう完全に、はい、それ以上でも以下でもないと言いますか、人の命はどうでもいいんですね。目の前の金儲けだけだと、この五輪という特需を決してなくすわけにはいかないという、その人なりの使命感、正義感というものが存在するんだろうと。まあでもそういう人たちには一刻も早く退場していただかないと、もう十二分に国は壊れてますから、これ以上壊されることは許されないわけですね。でも残念ながらそういった状況を逸した人間たちがこの国の舵を取り、オリンピックというところのトップに座っているっていうような、本当に漫画の世界みたいな話ですね。はい、で、都議選においてこの五輪を争点にしないのかって話ですけども、いやもちろんそのなんでしょうね、争点というよりも五輪中止なんて当たり前の話だろうっていうところが私たちのスタンスです。で、今年の3月に私たちは都議選の候補者1人ずつ発表していくってことをやりましたが、そこでも、もう皆さんにもご案内した通り、その五輪というものに関してはもう中止以外ないということは伝えてありますし、政策の私たちのそのビラというところにも五輪は中止だということはもうすでに書かれているものですね。なので、まあ、それがおそらくニュースにならないのは、私たちの存在が小さすぎるからっていうことかもしれませんね。共産党さんとかニュースになってましたもんねあれみたいな、そうやなと、中堅とか大手は話題になりやすいなと思ったところなんですけどね、それ見て、はい。まあ、でも昨年の、東京の都知事選挙っていうところに私が立候補した時にも、やはり公約の私たちの政策の一番トップがやはり五輪は中止であるということでした。で、何よりも2013年に五輪の決議っていう、とぼけた決議が国会の中で行われた時にも一人だけ反対したのが私です、はい、なので五輪は、コロナがあってもなくてもやるべきでものではないし、さらにコロナでこのようなもう、感染拡大しているっていう状況の中では絶対にやっちゃいけないものですね、はい